い、ナズです。今回紹介するのはウォルターソンのチヌーク CH-47J ですね。陸上自衛隊、ここね、陸上自衛隊で入ってます。陸上自衛隊仕様になってます。トミカと一緒に遊べるヘリコプターというところで、ちょうどね72分の1のスケールなんですよね。この高機動車が70分の1、軽装高機動車が66分の1で、まあ、サイズ的にちょうど良かったので、これ紹介してみたいと思います。ちなみに輸入元はホビージャパンになってました。で、ローターはちゃんと回るみたいなんですよね。これいいですよね。それと、後ろをね、開けられるみたいなんですね。これがね、すごく楽しみです。中に一応椅子はあるんですけど、もしかしたら、サイズ的にどうかわかりませんけど、トミカを中にね、入れて運べるんじゃないかなと思ってます。それだったら最高なんですけどね、楽しみにしたいと思います。では、開けていきましょう。はい、中はブリスターになってますね。開けると、これは説明書ですかね。そうみたいですね。取扱説明書ということで、ローターの設置というか、差し込みの方法とかが、ついてるみたいです。スタンド の作り方も載ってますね。で、中には、ローター用のブレードですね。ゴムで束ねてあります。プラスチックみたいですね。なかなか綺麗です。そしてこっちにはスタンド用のパーツですね。1つ2つ3つからできてますね。このパーツもなんかすごく綺麗なクリアパーツになってますね。で、なんかちっちゃなアンテナみたいなパーツが別についてました。で、本体はカバーされた、針金ですね。で、止めてありますんで外していきます。はい、では針金取っていきましょう。後ろでね、結ばれてただけでしたね。簡単に取れました。では本体取っていきます。あ、結構重いですこれ。おー、いいですね、かっこいい。下のここの部分、ここがね、素材的にはダイキャストみたいで、それ以外のところは多分プラスチックじゃないかなと思うんですけど、結構やっぱりね、ずっしりきますね。いい感じです。で、とりあえず乗せたいなと思ってたんで試してみたんですけど、ダメですね。トミカの方がやっぱり若干大きいですね。まあ、縮尺自体が72分の1と70分の1なので、まあ、もしかしたらいけるかなと思ってたんですけど、やっぱりね、無理でしたね。もう幅がそもそも入りませんでした。で、66分の1の軽装甲機動車も、まあね、無理ですね。これはね、正直ちょっと残念だなと思いました。ただし、72分の1ということなんで、こうやってね、横に置いて遊ぶ分にはかなりそれっぽくていいんじゃないかなと思います。で、ブレード取り付けようと思ったら、これね、前と後ろで取り付けるブレードが別になってますね。これはなかなか細かくできてますよね。断面のところ、ここのね、差し込みの断面がちょっと違ってるんですよね。それも説明書に載ってました。結構ね、丁寧じゃないかなと思います。では、ブレード前から取り付けていきましょう。お、いい感じですね、これ。スッと、はい、どうですかね。接着剤がいるかな。なんか、ちょっとスポスポな感じがしますね。次行きましょうか。これはいいかな。これはいいですね。そんなにすっぽりと抜けるような感じはしないです。3つ目は、ちょっとこれもスポスポですけど、まあでも悪くないかなというところですね。これ多分ね、ローターはそんなに早く回せないんですけど、あんまり早くすると多分ブレードが飛んでいきますね。なので、もう固定しちゃってもいいなと思う人は接着剤を中に入れちゃってもいいかもしれません。では、後ろを取り付けていきましょう。さっきとはね、ちょっとブレードの方向が変わりますね。こっちの方がまだなんかしっかり入ってくれる感じがします。3枚目も同じように。お、いい感じですね。これぐらいね、しっかり入ってくれるといいですけどね。はい、完成です。これブレードつけるとむちゃくちゃ大きくなりました。機体自体は全長が21センチだったんですけど、これローターも入れると約42センチありますんで、かなり大きいですね。トミカと比べるとこれくらいのサイズ感になります。トミカとね、一緒に遊ぶのはかなりいい感じじゃないかなと思いました。はい、では詳しく見ていきましょう。先端の部分、ここに穴が2つあります。ここにどうやらさっきのアンテナパーツを取り付けられるようになってるんですけど、
やってみたら接着剤が多分必要なんですよね。なので今回はとりあえずこのままいきたいと思います。でちょっとね全然詳しくないのでプリントがたくさん入ってるんですけど、これが正しいかどうかが分かりません。もしご存知の方いらっしゃったら教えてください。ここにね非常口と書いてあるんですよね。結構ね細かくできてるんじゃないかなと思いました。ちなみに操縦席には2人座ってます。顔の凹凸もしっかり確認できるんですよね。ちゃんとこう肌の色もね、それっぽく塗装されてますんで、この辺は結構細かいんじゃないかなと思いました。で中ですけど、どうやら操縦桿とかそういった機材類はないみたいですね。ちょっとねよく見えないんですけど、多分ないんじゃないかなと思います。でさっきの、2人乗ってる2人の服の凹凸はしっかり確認できますんで、まあ、その辺はやっぱり細かいなと思いました。でボディはプラスチックということで、このカーキのところ、これがね成型色みたいですね。でこのグリーンと黒のところがどうやら塗装になってるみたいです。それから窓が片側に4つありますね。でうち1つがボコッと出てるんですよね。これ頭入れて前とか後ろとか上とかを確認できるようになってるやつですね。この位置にあるかどうかちょっとよく知らないんですけど、この窓があるのはなかなかリアルじゃないかなと思いました。ちなみに反対側も前から3つ目についてました。でその下に陸上自衛隊と日の丸がついてますね。それからその後ろですけど、これかっこいいですね。これはエンジンですかね、間違えてたらごめんなさい。すごくねメカメカしくてかっこいいんじゃないかなと思います。ちなみに反対側にも同じものがついてるんですよね。まあ、この辺りの溝とかね、そういったところも含めてかなり細かくできてるんじゃないかなと思いました。でローター一緒に回すと当たったり当たらなかったりですね。例えばこの組み合わせは当たらないんですよね。こんな感じでちゃんと通り過ぎてくれます。でもこの組み合わせは当たるんですね。まあ、ブレードによってしなり方が微妙に違ってたりするんで、当たる組み合わせ、当たらない組み合わせがあるというような感じになってますね。もちろんこうやって交互に回せば、当たることはないんですけど、どうしても、手でね動かすことになりますんで、どうしても当たるタイミングが出てくるというような感じですね。それから後ろのカーゴ用のドアですかね。さっきお話ししましたけど、こうやって開けることができるようになってます。で、一番下ここまで開けられるんですけど、上のところが、閉じていくと、ぐっと、ここでね、固定できるようになってます。グッという感じで固定できるようになってます。これがいいですね。パカパカなるんですけど、しっかり上で固定しようと思えば固定できるということで、これなかなかいいんじゃないかなと思いました。で中には両サイドに座席がありますね。オレンジ色というか赤みがかった感じの色になってます。上からなんかネットがかかってるような感じなんですかね。凹凸結構ねしっかり再現してるような感じがしますんで、細かくできてるんじゃないかなと思いました。この座席類はね、取り外すことはできませんでした。あとすごく穴がちっちゃいんですけど、一応ね機体の下側にフックみたいなやつが並んでますんで、これを使えば、こうやってね高機動車をこう吊るして運搬するようなシーンを再現できるんじゃないかなと思います。でサイズ的にはやっぱりトミカにぴったりですよね。高機動車とかあと軽装高機動車、本当にいい感じじゃないかなと思います。さっき言ったフックを使って、うまいことね吊り上げて遊んでも楽しめるんじゃないかなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。まあサイズ的にはいい感じなんですけど、トミカを乗せられなかったのが本当に残念ですね。まあこの製品に限らず、これくらいのサイズのヘリコプターがあるとトミカと一緒に遊んでも楽しめるんじゃないかなと思いますんで、おすすめです。以上、ウォルターソンのチヌーク CH47J を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。